杉崎愛知は、江戸時代中期の石膏職人である。杉崎家一門ののれん流山街道に現存する、杉崎邸江戸時代中期の下佐国の田に生まれた、石膏職人で、明和から文政にかけて活躍した。1823年造流の代表作、塚神社、猿田彦神像など、下佐国の各地に優作を残した。 1766年明和三年金上院。宝教院等1785年天明五年金上院。宝教院等1793年完成五年。正年混合1794年完成六年。香取神社灯籠1801年今日は元年香取。神社手洗い1802年今日は2年。須賀神社永大上野党1803年今日は3年。 若紫観音堂灯籠1804年文化、元年香取神社狛犬1810年文化7年西栄江寺、手洗い千1815年文化12年、香取神社高神千1815年文化12年、不門寺高神千1817年文化14年、須賀神社夜3千八百二十一年文星四年、須賀神社弁財天百二十三年文星六年、須賀神社、 猿田彦立像、野田氏、歴史の中の野田佐藤誠、目で見る野田、流山の百年史も、津谷達夫、野田町の石膏、杉崎八八野田氏郷土博物館野田氏、沖風図書館、ありがとうございます。